こんばんは、下川ラリサです。それでは早速今回のモトライズの素敵なゲストのご紹介です。マクロスデルタなどの人気アニメに出演する声優、西田のぞみさん。声優の西田のぞみです。よろしくお願いします。そしてメイプル超合金の安藤夏さん。安藤です。お願いします。新島です。そうだ、新婚さん、ありがとうございます。お願いします。そして私も初めましてなんですが、本庄ミラノちゃん。はい、初めまして、よろしくお願いします。お願いします。やっと無事免許を取得できまして、女性ライダーの仲間入りができたので、今日は先輩ライダーの皆さんから勉強させていただこうと思います。本当に免許取り立てだって。何免許取り立て？中型です。中型、おー、はい、中型取りました。なんで取ろうと思ったんだろうか。はい、私この格好から見て分かる通り峰不二子を目指してて。ちょっと待って、はい、私も峰不二子に憧れて、はい、つなぎ作りましたから。あれ、仲間ですね。仲間だね。よろしくお願いします。ということで今回の企画なんですが、新しい生活スタイルの中で3密にならないインカムトークを中心としたプチツーリングの楽しみ方をご紹介していきたいと思います。ということで私と、西田さん、そして夏さんとツーリングに行かせていただいたんですよね。はい、なんですね。なのでまずは、あまりにも帰りがなくて不安になったんでしょうね。すいません、はい、行きましたよ。行きました、ね、行きましたよ。でもそれなんか久々じゃなかったですか、あのツーリング自体もね。バイクに乗ること自体が3ヶ月ぶりそうです、ね、くらいだったりしました。3、4ヶ月、うん、そうですよね。そういう話もこうかなりインカムトーク盛り上がったので、はい、まずは西田さんとのツーリング映像を見ていきましょう。ブンブン。さあ今日は西田のぞみちゃんとツーリングを楽しんでいきたいと思います。はい、西田のぞみです。よろしくお願いします。じゃあ今日はね、はい、あの秩父周辺を、はい、ちょっと私埼玉県出身なので、はい、ちょっと西田さんにいろいろこうおすすめツーリングをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。なんかツーリングでも結構なんか秩父とか、はい、秩父のダムとかに行ったことがあるので、うんうん、あ、本当ですか。はい、秩父はなんかちょっと慣れてはいるんですけど。あ、本当ですか。なんかまだ知らないところを教えてください。あとあのスタジオでも前回言っていたインカムトーク、うん、そう、インカムトークできる、うん、今日いっぱい女子トークしていきましょう。女子トークしていきましょう、はい、じゃあこのバイクでね、はい、早速安全第一で行っていきたいと思います、はい、思います。使用するバイクはホンダ CBR400R とヤマハ MT-03 ということで、女子トーク全開のインカムツーリング出発。いや、さっき雨降ってたんですけど、はい、雨上がりましたね。雨上がりました。やったー、やったー、嬉しい。なんかちょっと涼しくて、マイク乗ってね、気持ちがいい今日、うん、気温が。